ャルで、ツイッターでも話題に出していたんですが、チャンネル名が以前のバーチャル鹿児島からメルカゴチャンネルに変わりました。言語は変わったということで、気分転換に変えてみようという理由で変わったみたいです。チャンネル名は変わりましたが、取り扱う内容は今までと変わらないのでよろしくお願いします。そんな今回は、令和最初となる、内容が、鹿児島とナポリの関係とはについてです。鹿児島とナポリの関係を語る上で必要になるかもしれない鹿児島の風と光とナポリ祭が5月の3日4日に行われたのですが、実はこれ、2015年に鹿児島市とナポリ市の姉妹都市盟約55年を迎えたこと機に開催されたもので、今年で、5回目を迎えたみたいです。ちなみに、鹿児島と、ナポリ市の風景が似ていることから姉妹都市になったみたいです。こちらでは、イタリアの音や食を楽しめるという鹿児島でイタリアを感じるイベントですが、実は開催されている会場が網広場とナポリ通りという通りでやっていますが、ナポリ市にも鹿児島通りがあるんですよ。この、風と光とナポリ祭では本格的なイタリアンやピッツァ、ワインなどのお酒が楽しめるブースなどがたくさん出展されていて、中には、イタリアンと関係あるのっていうものもありますが、これが、鹿児島とナポリの融合なんだなって思ったのでいいかなと思いました。その中に、地元鹿児島の有名なパンメーカー池田パンの方で毎年コラボしているラジオ番組青だよたくちゃんタイアップパンが、先行販売されているみたいなのですが、そちらは、南九州ファミリーマートの方で、後日販売されるので出た際に、レビューしてみようかなと思います。というわけで、今回は鹿児島とナポリについてでしたが、私も1回くらいこちらのイベントに行ってみたいので、来年こそは連れて行ってもらえるように説得しようと思います。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いしますぞ。それでは目にごんそ。